仮面ライダーファイズ、ファイズドライバーで変身コードファイズと入力することで変身。ギリシャ文字のファイのようなマスクが特徴で、ファイの他にサメがモチーフになっているぜ。全身を走る赤いラインに流れるエネルギー、フォトンブラッドを制御できるもの。つまりはオルフェノクだけが変身することが可能で、条件を満たしていないものが変身しようとすると安全用のリミッターが作動しベルトが外れ吹っ飛ばされます。黒いベーススーツと銀色の装甲部は、ダイヤモンドに限りなく近いコードを持つ、ソルメタルという特殊金属でできています。全身を走るエネルギー誘導経路、フォトンストリームには赤く光るフォトンブラッドが流れていて、他のライダーのフォトンストリームに比べて最も出力が弱いのですが、その分拡張性に優れ形態を変えることで他のライダーを圧倒することも可能です。必殺技はいずれもエクシードチャージの音声とともにファイのマークが浮かび上がり敵を倒します。特にライダーキックであるクリムゾンスマッシュは威力こそ17トンと低いですが、着弾時に敵の分子構造を分解し破壊するというとんでもない性質を持った技である可能性がジオウで判明しました。ある意味タックンは昭和ライダー。お前平成ライダーだったの